海上自衛隊の護衛艦加賀の改修工事がいよいよ終盤を迎えようとしているようです。同時に F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まることになりそうです。この F-35B 戦闘機の配備先ですが、宮崎県の新田原基地に決定しました。今回は出雲、加賀における F-35B 戦闘機の運用についてを主題にして話したいと思います。ロシアのウクライナ侵攻、終わりの見えない新型コロナ蔓延など世界の情勢が時々刻々と変化しています。ウクライナ戦争では無人機、ドローンによる攻撃が成果を上げていることが注目されていますが、こういった事例があるにもかかわらず、今さら F-35B 戦闘機を保有する必要があるのかと疑問を開ける向きも多いのです。当然日本の無人機導入も着々と進んではいますし、将来的に有人の次世代戦闘機が本当に必要なのか、不確定な状況へ向かっているという意見も多く聞かれます。2022年12月現在、護衛艦の出雲、加賀は、海地が保有している艦艇の中では、最大規模を誇る出雲、型ヘリコプター搭載型と呼ばれる艦ですが、この2隻を改修して、固定翼艦載機を搭載し、運用する計画を段階的に進めているのです。どの戦闘機を艦載機にするのかですが、いわゆる第5世代戦闘機のアメリカのロッキード・マーチン社製 F-35 ライトニング2と見られています。そのライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機とする計画で準備を進めているようです。これによって、日本は太平洋戦争後では初めての航空母艦保有が計画されているというわけですね。この F-35 ライトニング2戦闘機を日本はどのくらい購入する予定なのかと言いますと、空自が通常滑走路使用の A 型を105機、B 型を42機、計147機の購入計画を立てているそうで、その分の予算はすでに確定しているとのこと。147という数は今のところ本国アメリカに次いで、世界で2番目に多いということです。F-35 ライトニング2については、もともとアメリカ以外では各種の F-35 すべてを対象にカウントした場合でも、合計購入予定数100機以上の国は日本とイギリスくらいのものだそうです。時点のオーストラリアでも日本の半分の72機ということです。イギリスの場合、クイーン・エリザベス級航空母艦に2隻、1番艦で、ネームシップのクイーン・エリザベス、および2番艦プリンス・オブ・ウェールズの艦載機として、B 型のみが搭載されているようです。イギリスは、7年ほど前の2015年前後には、F-35 に B 型購入予定数を、最大138機ほどの計画を立てていたそうなのですが、最近、高価な機体購入に、ストップがかかり、数を大幅に減らして、3分の1ほどの48機にする可能性が高いと言われています。こういったイギリスのように、当初計画の変更は、ヨーロッパ西側諸国には、程度の差はあるにしろ、似たような状況と見られるのです。この変更の背後には、購入経費の問題だけでなく、今後、ヨーロッパでは、従来のような戦争が起きる可能性は限りなく低いという判断があったためとみなされています。だからこそ、イギリスをはじめとする多くのヨーロッパ西側諸国においては、ロシアが最大の仮想敵国という方針に変わりはなかったのですが、従来の戦争で活躍した戦闘機、艦艇、戦車、火砲などの兵器数を削減していく傾向がはっきりしていたのです。状況が一変したのは2022年2月24日のことでした。世界中が驚いた
ロシアのウクライナ侵攻です。21世紀になって、こうした蛮行が行われるとは、夢にも思わなかった人が、世界の大半だったと思います。突然始まった戦争は、未だに終わりが見えません。このロシアの蛮行により、ロシアに国境の近い旧東欧諸国のポーランドを筆頭に、陸上戦力の大幅な増強を再開した国も出てきました。前世紀に戻ったかのような愚かしい事態と感じる一方、自国防衛のためには致し方ないのかという思いも感じます。ロシア・ウクライナ戦争という非常事態発生を受けたドイツやイギリスなども軍事費増額を政策として打ち出したのですが、イギリスが F-35 ライトニング 2B 型を改めて購入するというのは不明です。と言っても、イギリス海軍のクイーン・エリザベスを含む空母打撃群が万一に備えて北海に展開しているというニュースがありましたから、航空母艦を有効活用しつつあるのではと見られています。このクイーン・エリザベスの空母打撃群はイギリス海軍所属ですが、艦載機の F-35 は、イギリス空軍の所属ですから、所属違いの軍隊が協力しているということですね。さらに、実は、クイーン・エリザベスは、アメリカ海兵隊飛行隊も収容しています。甲板を共用しているということになりましょうか。理由としては、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の配備数だけでは、空母打撃群に必要とされる容量に余裕があるということ、今後も同盟国としてアメリカとの連携を深めていこうという面もあると推測されるのです。当然、本国アメリカの強襲揚陸艦でも、この機体を艦載機とした運用が進められていますが、アメリカは艦艇は海軍、艦載機は海兵隊なので、所属組織が別です。つまり、この事実が F-35 ライトニング2戦闘機の性質を表しているということになるのではないでしょうか。イギリスやアメリカでの運用されている方式と同じ方法で、日本でも F-35 ライトニング 2B 型の運用が行われる予定になっています。ところで、機体の出雲、片護衛艦ですが、艦自体は海自、F-35 は空自所属での準備が進められているのです。所属の異なる隊でのこういった体制については、リスクがあるのではないかという意見もあるようです。なぜなら、海自は従来的潜水艦への対潜哨戒中心の任務を想定していたはずですし、空自は対艦攻撃を中核として考えていたはずですから、この二つは相入れないのではないかという危惧があるのです。これがアメリカ軍なら、ワスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦に F-35 ライトニング 2B 型を用いることだけではなく、輸送機として MV-22 オスプレイを運用する体制が整っています。この MV-22 オスプレイは、アメリカ海兵隊用のティルトローター機として有名なのですが、従来から使っていた中型回転翼機 CH-46C ナイトと比べると、圧倒的に効率的な機体ということでも定評があるそうです。オスプレイという名前で、沖縄などで墜落事故を起こした機体と連想してする人も多いでしょうね。オスプレイの弁護をするわけではありませんが、CH-46C ナイトより移動スピードは約2倍、作戦行動半径は約4倍、兵員搭載量は約2倍、貨物積載量でも約3倍の能力があると見られているのです。これほどの優れものなら名前を汚さないよう安全に操縦してほしいものですね。この MV-22 オスプレイを使用しているから、アメリカ軍の強襲揚陸艦が
迅速で強固な補給体制を構築できると断言してもよい。作戦遂行能力を非常に効率的に発揮できると言われているのです。日本の場合は、出雲、片護衛艦を回収して、航空母艦としても、オスプレイのような機体は持っていませんから、物資や人員の大量輸送を担うことは、かなり難しいと考えられます。陸自は、V-22 オスプレイを、2021年度末で、9機持っていますが、今後も、空自が、独自には、こうした機体購入予定はないので、将来的な連携は必須と思われます。そうなった場合には、すべての所属が異なりますから、出雲、片護衛艦等の艦艇は、海上自衛隊 F-35 ライトニング 2B 型等の艦載戦闘機は、航空自衛隊、そして V-22 オスプレイ等の輸送機は、陸上自衛隊指揮命令系統の一元化が強く求められることでしょう。陸海空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考慮すると、調整の困難さは簡単に想像できますね。しかし、尖閣諸島等の南西諸島防衛という厳しい現実を考えれば、どうしても横断的運用を実現することが喫緊に迫っていると推測されます。とはいうものの、航空母艦化改修中の出雲、片護衛艦2隻と艦載機の F-35 ライトニング 2B 型に余り、多くを望むのはかわいそうではないかという気もします。試験ですが、出雲、片護衛艦は、2009年8月末提出された次年度防衛予算概算要求で、建造が計画され、海自として、初めての固定翼機運用も考慮しながら設計されたものです。簡単に言えば、テスト艦という役割が主になっているのです。前年時点で、海自内部では出雲、片護衛艦に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を考えていたとみられますが、当時は政治的にも対外的にも、日本が航空母艦を保有することはタブーでした。なので、海自独断でこういった決定を下せるはずはなく、将来的に F-35 の艦載機化を考えながら、重量やサイズに対処できるエレベーターや甲板の使用を計画に盛り込んだということになるでしょう。航空母艦化改修が終わったとしても、出雲、片護衛艦の F-35 の艦内への収容数は10機前後と見られますから、決して多くはありませんね。しかし、固定翼機を使用するためのテスト艦艇と考えれば、仕方ないという感じもします。